します。楽しませてくれよ。ラウンド1、さあファーストラウンドが始まります。注目していきましょう。もう強そう。カウンターで投げていきます。痛そう。さあ壁まで追い込みました。ここでジャストパリー、今後は飛びづらくなりそう。プレイヤーは体力はリードしています。だいぶ有利な状況ですね。壁際のプレッシャーを与え続け、精神的にも追い詰めていきます。結構リードしてる感じですね。どうするどうする。投げに成功。ここから体力差は若干ありつつ、まだどうなるか分かりません。お互い引く気はありません。攻撃の手を緩めません。ラッシュで前に出る。綺麗に決まりましたね。さあこのラウンドはいかがでしたか。今負けちゃった方にも取り返してほしいですね。次のラウンドはどんなドラマが生まれるのか見ていきましょう。繰り返しは警戒できていたか。ちゃんとサーブする。さあキルステップ。さあ若干体力に差が出ているが、ここからどう展開するか。このまま落ちてるんでしょうか。さあここで SA 選択、一気に畳みかける。壁に追い詰めてチャンスになります。この感じは名勝負の予感がします。チャンス溜まってますね。 KO。 おお、しっかり倒し切りましたね。プレイヤー1、一気に勝負を決めていきました。圧倒的な、惜しいですね。相手になってやるぜ。さあ試合開始です。実況は私平岩です。よろしくお願いします。ビシバシやり合ってるところが見たいです。どう試合を作っていくか、重要な立ち上がりとなります。ここからどう攻めるんですかね。どうだ。さあどうだ。さあ差し合いの距離どう動くか。さあ壁を背負わせて圧をかけていきます。どうなるどうなる。ダウンから投げの選択肢を通す。すごい。グラップしています。ジャンプは打ち落として、ナイス。ドライブゲージの残量もケアしたいところ。ジャンプからの攻撃は拒否します。すごい。連続技でダメージを取っていきます。あと少し。この距離うまくプレッシャーをかけつつも、ドライブゲージが決まりました。ナイスナイス、かっこいい。プレイヤー2、ここは見事ラウンドを取っていきました。次のラウンドが勝負ですね。まあ全部勝負なんですけど。はい、これからどう戦い方が変わっていくのか見ていきましょう。さあ序盤の立ち上がり、どちらが動くか。どちらが先に仕掛けるんですかね。制限時間にはまだ余裕があります。個人的にはガンガンやり合ってるところが見たいですね。さあ逃げ場がなくなりました。どう仕掛けるか。何か狙ってるんですかね。これはプレイヤーはドライブしにくい状況。ここは我慢の時間帯になりそう。二人ともやる気満々だ。ここでバーンアウト。なんかくっつくつくる。この体力では KO が確定。しっかりチャンスをものにしていく確実な戦略でした。これはパーフェクトで倒し切った。全てが噛み合ったか。おお、しっかり倒し切りましたね。さあ次で最終ラウンド、両者のボルテージも最高潮。熱い勝負が繰り広げられております。どっちが勝ってもおかしくないと思います。さあ最終ラウンド、両者全て飛びはバレていたか。いいですね。ここから両者どのような試合を見せるのか、心理戦にも注目していきたいです。プレイヤー2、 SE ドライブラッシュから舞い込み、ここは SA まで繋いでいきました。この場面でサイコチェンバー、マリソン譲りのパンチにサイコパワーを乗せて叩き込みました。いったれいったれ。体力に余裕はない。ゲージも厳しい。ファイナルアロー投げる。すごくに天才、すごくに天才、勝負あり KO になりました。決まった。あっという間の一戦でした。今の戦いどんな気に映りましたか。どっちも強そうですね。さあファーストラウンド始まりました。かっこいいとこ見たいです。投げていく。おまだ時間は十分あります。両者どういった展開を作るか。ここからどう攻めるんですかね。
さあ差し合いの距離どう動くか。さあ投げが決まりガードを崩します。プレイヤーは画面端のいい状況を作っていきます。何か狙ってるんですかね。これは飛び道具でペースを変えていきます。ここで飛びが通る。前を向かってここから、いやーここ気が抜けないですね。ドライブラッシュで攻め続けます。ナイス。さあパリーを見せつつジャストを狙うか。ドライブラッシュを使って攻めの姿勢を崩しません。両者距離を取ってタイミングを測っているか。いやーどうだどうだ。さあお互いドライブゲージを削り合う攻めの姿勢を崩しません。プレイヤー2ドライブゲージがありません。動きが制限されます。さあここは SA を使って勝負を狙う。これかっこいいやつ。いいよいいよ KO。 さあいい形でラウンドを取っていきました。なんかこう魂のぶつかり合い的なものを感じました。試合も盛り上がってきました。さて次はどうなるか。先ほどの戦いをこのラウンドにどう生かすか。一瞬の油断が命取りですよね。この序盤主導権を取るのはどちらか。心理戦にも注目していきたいです。ジャストトリックしっかり。さあフラッシュで前に出る。ドライブゲージは両者しっかり溜まっています。ワンツースリーの最後。さあ相手の反撃は予測できていました。ちゃんとガードしてる。すごい。サイコブリッツで攻めていきます。トリックブーム攻めのドライブラッシュ。プレイヤー2 SA ゲージは有利だが慎重ですね。ここで追い詰められた。どうなる。どうなるんですかね。ここからトリックドライブラッシュからトリックラッシュで前に出る。サイコブリッツがヒット。ラッシュバーンアウトした。この大技は終わらなかった。ちゃんとゴールしてる。すごい。これは削り KO。 このチャンスを見事ものにしました。よっ名勝負。緊張感がある見応えのある試合でしたね。どんな戦いになるのか注目です。飛躍がこっちまで伝わってきますね。さあ試合が始まりました。立ち上がりはどう動くか。気合い入ってますね。さあラウンドはまだ始まったばかり。ここからどう攻めるんですかね。技のリーチ差が重要になる差し合いの距離となっています。さあ互いに動きを見せつつ、なんか読み合ってる感じですかね。わかんないけど。さあ互いに動きを見せつつ、さあ打撃はさばきます。攻めるきっかけを探ります。飛び道具で様子を見ていきます。さあお互い SA ゲージは少なめ。先に溜めてアドバンテージを握りたいところ。どこから試合は動き出すか。プレイヤー2ここでドライブゲージがつきそうですが、プレイヤー2さあ追い詰めました。何か狙ってるんですかねこれは。これはどっちだ。ここで勝負を決めました。決着ですね。やや一方的とも見えるラウンドでしたが、これを受けてどうでしょうか。いやー強い。強すぎるよ。でもまだわからない。まずは下がって場合を作ります。掴めなかった。さあ投げが決まりガードを崩します。お、さあ序盤の展開に注目していきましょう。個人的には どういうことこれ。うまくパリーを噛み合わせて有利を作ります。ワンツースリーのサイコブリッツ。プレイヤー2ここでの押し引きが重要になる。どうなるんですかね。サイコブリッツで攻めていきます。両者 SA ゲージは溜まっている。ワンタッチの期待感が高まる。ドライブゲージがなくなった。なんかめっちゃ緊張する。惜しまず SA を使って倒しきります。素晴らしい状況判断でした。そうだ。フィニッシュまでお見事。ナイスナイス。かっこいい。圧倒的な実力。